プレゼンテーションをしていただくのは四国エリアの予選地域からご参加いただきました吉野川市役所財務省徳島財務事務所若手プロジェクトチームの皆さんです作品名は花で彩る吉野川市の未来エディブルフラワーエコシステムチャレンジですはいご準備大丈夫でしょうかそれでは参りましょうプレゼンテーションスタートです 清聴の皆様こんにちは私たちは両組織の若手プロジェクトチームが手を組み結成したチームです地域の歴史や実情を肌感覚で知る市役所職員とデータに基づいた現状分析や論理構成を得意とする財務局職員が共同し政策アイデアを練り上げました徳島県吉野川市は 人人口約4万人の自然豊かな町です吉野川市の究明は「おえ」といい古来より阿波ンベ族が「朝を植え」大城祭の荒体を皇室へお納めしてきた歴史がありますまた地区ごとにゆかりの花を催しや産業等へ活用していますリーサスとデータに基づいた分析により吉野川市の3つの課題を把握その解決方法を探りました1つ目は 二十歳代女性の転出超過を主因とした若年女性人口の減少と合計特殊出生率の低さです住民アンケートの分析より課題解決の鍵は雇用喪失であることを突き止めました二つ目が食料品製造業の生産性と給与の低さです影響力観能度分析から雇用力及び他産業への経済波及効果が大きく 地域経済の牽引役となりうる食料品製造業を独自産業化等により生産産業化していくことが重要だと認識しました三つ目は若者の新規就農者の減少です食料品製造業の生産性向上と並行して官農度の高い農業を独自産業化等により稼げる農業へ転換するスキームが必要であることが浮かび上がってきましたこれらの課題を解決する政策アイデアを検討する中で 冒頭ご説明した吉野川市の歴史や若年女性活躍の視点から地域に付加価値を生み出す新たな産業創出のために私たちが着目したのは食べられる花エディブルフラワーですパンジーなど馴染みのある花が食用として料理やスイーツなどに利用されています愛知県が一大生産地でその多くがビニールハウスで栽培されています ソーシャルメディアの普及に伴う消費行動等により、注目度が向上しており、それに合わせて今後、市場が拡大することが想定されます。そのような中、LED バレー構想を進めてきた徳島県には、独自の LED を活用した閉鎖型植物工場で、エディブルフラワーを栽培、安定供給しているスタートアップ企業、大月株式会社が存在します。 当社とエディブルフラワー栽培事業について対話を重ねるうちにその実現可能性を感じるとともに植物工場では柔軟な働き方が可能で子育て・介護中の人や障害のある人の雇用先となり得ることに大きな魅力を感じましたそこで私たちが考えた製作アイデアは利活用が喫緊の課題となっている廃校にエディブルフラワー栽培のための LED を活用した 閉鎖型植物工場を誘致建設ゆくゆくは商品加工販売所等の6次産業化を目指すというものですこのスキームをエディブルフラワーエコシステムチャレンジ略称 EEC と名付け民間事業者を中心に自創可能な施設を目指します民間事業者の選定には地域活性化地域貢献の観点を重視しますそして EEC の実現に向けたファイナンスでは 金融機関からの事業性評価融資やクラウドファンディングを活用します事業の継続には販路の確保・拡大が必須ですフレームワークを活用したマーケティング戦略を策定し市場環境を分析市場の開拓や多角化を図り吉野川ブランドを構築します、e、EC が核となる競争により価値創造や課題解決といった地域の共通価値が創造され多様な主体に受益をもたらします この取り組みを持続可能なものとし、新たな社会的・経済的価値の創出を目指すには、EEC、e、に関わる主体がオープンに連携、対話するオープンイノベーションを構築する必要があります。財務局がそのネットワークを活用し、金融機関や各省出先機関と地域の各主体とのつなぎ役を果たします。そして民間企業金融機関 地方自治体、政府機関、地元大学、高校などの各主体がそれぞれの役割を果たしつつ、相互補完関係を構築するとともに、多面的に連携、競争していく吉野川市地域経済エコシステムの形成を目指します、その実現に向けて、私たちは動き出しています。日日後の12月18日に、吉野川市と四国財務局が連携協定定、を締結予定 同日開催予定のワークショップでは阿波銀行、徳島銀行、日本政策金融公庫から政策アイデア実現のための具体的なビジネスプランの提言をいただきますその場には財務省、四国経済産業局、中国四国農政局、徳島県が参加意見交換を実施しますさらに徳島大学の教授及び学生がエディブルフラワーの商品開発やマーケティングについて 私たちと連携して研究を進めています吉野川高校との連携も図り地域の将来を担う人材の育成につなぎます EEC の実現はリーサスにより把握した3つの課題の解決につながります EEC が目指す吉野川市の未来は女性が多様な働き方の中でセンスを発揮し活躍する 若者が地域を好きになり進路の選択肢になるそして障害がある人や高齢者等が自信とやりがいを感じることができる新たな産業雇用の場が地域に創出される既存産業店舗等とのコラボにより新たな付加価値が生み出されさらにエシカル倫理的消費の普及促進につながるなど地元の食料品製造業等への波及効果が期待されるそのような仕事 人町の持続可能な好循環を創始しますそして地域住民が色とりどりの花のように自分らしく咲き誇る活力あふれる世代を超えて夢紡ぐ町吉野川市を目指します。 ありがとうございました。最後、チャイムと同時にあのパフォーマンスがありましたけれども、限られたスペースの中でありがとうございました。さあ、それでは審査員の方から質問をお受けいたします。はい、棒垣さんお願いします。あの吉野川で。実際に作っていく体制のところは今のプレゼンでよく分かったんですが、多分その。 まあ例えばですけどその首都圏の飲食店にもっと使ってもらえるようにしていくとか消費を拡大していくっていうところをどう考えてるのかなっていうのはちょっと1つお聞きしたいなと思ってます。 そこは非常に重要なところでして、愛知県が一大生,生産地ということで、基本的にほとんどの大半の市場を愛知県の生産で賄っています、つまり都会も愛知県から送られているという状況なんですけれども、愛知県はほとんどがビニールハウスで栽培されていて、天候ですとか、そういったところの病害地の影響を比較的受けやすい、こちらの閉鎖型植物工場という LED のものを使うことで,で、安定供給、それから計画生産というものが可能になりますので、そこであの高付加価値も安定供給、種類ですとか、季節に問われない花を生産すること、それを東京市場に流す ことで、あの他のその既存の愛知県の持たれている既存のその市場に新たな付加価値違う付加価値のところで市場を作っていく、それを考えています。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。それでは大学生以上一般の部最後のプレゼンテーション終了いたします。どうぞ皆様大きな拍手でお送りください。ありがとうございました。